こんにちは、1日1分社長の手帳。ずいぶん暖かくなりましたね。今日は3月4日、毎日を記念日とするということでお話したいと思います。昨日は3月3日ひな祭りということで、特別な日でした。3月4日は、日本冊子協会が認定した冊子の日、ミシン協会が認定したミシンの日など語呂合わせで特別な日にされています。しかしながら、私たち経営者は特別な日に振り回されるのではなく、自ら特別な日を作って、昨日と違う一日にしていく、そういう工夫が望まれます。社員の誕生日、社員の家族の誕生日、ありとあらゆる日を記念日として盛り上げていく、それでいくと3月4日は冊子の日、ミシンの日以外の新たな特別な日にすることができます。